皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート6をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、兄貴が残した式。年末にずっと伏せってた兄貴が死んだ。去年、彼女と8日間失踪して、兄貴だけ戻ってきてから衰弱して、ずっと寝たきりだった。詳しくは後で書くが、彼女は行方不明のまま警察は捜査を打ち切った。兄貴は、寝る以外は大学ノートに、なんか一心不乱に書いてたんだ。が絶対俺らには見せてくれなかった。死んで初めてそれを見て、親父もママも死ぬほど驚いて、年明けたら警察にそのノート見せに行くと言っている。だから、全部こっそりコピーしてきた。今まで兄貴が絶対言わなかったことが全部書いてある。俺は岡板は完全ロム線だったが、常駐してる鉄板はこんなすれないので、当たり前わら。こちらに失礼します。みゆきごめん、みゆきごめん、みゆきごめんごめんなさい。私がみゆきを守れず、みゆき本当にごめんなさい。私は死にたいので、だけど家族に全部言わないと。いけないからだけど言うと怖いから書く。みゆき夢に出てきてください。ごめんなさい。これが1枚目。兄貴は当時30歳独身。日本のサップ地方のクソ田舎に、俺、パパ、ママと4人で暮らしてる。仕事は自営業の中華料理屋。家族でやってる。みゆき、仮名、とは兄貴の当時の婚約者で、19歳家事手伝い。愛子に似てた。ちなみに兄貴は伊集院光がもう少しだけ痩せた感じ。死ぬ間際はガリガリになってたけど。2006年11月11日でした。僕とみゆきは僕の車でドライブへ行きました。少し遠くへ、行きたかったので青森方面に、行きました。寒く、みゆきが少し、温まりたいと言ったので、どこか泊まれる場所を探したが、ホテルとかもなくずっと長い暗い道。そしたら変な崖の上に出ました。標識はあったが他に車も通らず、人も通らず戻ろうと思ったが、今まで何も、なかったからそのまま進むことにした。みゆき、ごめん周りは、林、山だらけ。暗く、明かり、光、がありません。すると右側に、向こうから来た車が、林の細道に入るのが見えました。僕らも入れば、どこかへつけると思い、追いかけることにしました。追いかけようとみゆきが言うた。仮名以外はそのまま写してるので読みづらくてすまそう。兄貴右手だけ布団から出して、左手で押さえないで書いてたからぐにゃぐにゃなんだぜ。その道は細くて車が1台通れるのがギリギリだ。前の車は全然見えない。というかもし前の車が戻ってきたらバックで戻るしかないぐらい細い。横道もないしずっとそのまま前へ、前へ。かなり来て何もないから戻ろうかと思ったが、バックでこんな長く戻るのは無理。だからどっか着くまで1時間くらい走った。みゆき跳ねてしまってた。ごめん、みゆき。そしたら前に明かりが、見えたから俺は車を止めた。人が明かりを持って、
振り回していた。前に、車も止まってた。何人かその車の周りで登ったりしてる。やばいと思った俺はバックしようとしたが、後ろを見たらもう、人がいる。引いてしまう。引けば、よかった。引けば周りの人、男、は窓の、外で叫んでいる。窓を叩く、開けろと言うている。順路ないと思って、アホーカードなったらみゆきが起きた。びっくりしてる。男が石でみゆきの窓を叩いて割ったみゆきを抱きしめたら開けて、入ってきたみゆき。みゆき？みゆきごめんなさい。車がピーピー、音を立てていてうるさかった。みゆきは引きずり出され、五人はいた。泣いていた、みゆき。男たちはみゆきを抱いて奥へ走っていく。俺も、追いました。前の車には誰も乗っていなかったのです。少し、走ると二階建てのアパートみたいなんが、ありました。男たちは、そこへ、入っていく。ドアが壊されていて、中は明るい。部屋がいくつかあって、細かく言うと、まるまる兄貴の友人の名前、の住んでるアパートみたいったな。中へ入ると、みゆきが二人の男に収まえられ、もうやられていた。俺はもう怒って、やってる方の男に殴りつけると、後ろから背中を蹴られ、倒れたら踏まれた。そしたら、みゆきの横に、男が倒れていて、それは頭から血を出して死んでいました。多分ぶん殴られた。裸だった。すごく寒そうだと思ったのを覚えています。このあたりはようわからん。林の道を突っ切っていったらアパートがあったのか、周りは何があったのか、兄貴、作文下手すぎだろ、と。みゆきがやられてる間俺は踏まれていた。みゆきごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。この後にページごめんなさいだけがずーっと書いてある。みゆきが何を言っていたかよく覚えていないが、四人にやられていた。Uターンして帰らなきゃ、とずっと考えていた。終わって、俺とみゆきは別々の部屋へ閉じ込められ、出れなかった。みゆきをずっと呼び続けた。かわいそうなみゆき。ごめんなさい。明るくなったら逃げようとしていたが、明るくならないのです。雨だったのか。男は、お前の女はここにいさせるという言葉にマジで頭にきてそいつを殴ると、俺はみゆきのいる部屋に行った。そしたらみゆきの足首が切られていた。みゆきは、寝てただけだったが、死んでると思い頭に来て周りの男をぶん殴ったが、何か硬いもので頭を殴られそこへ、俺は吐いた、ゲロの中に、倒れ死ぬと思った。だけどみゆきは生きていた。みゆきは泣いてごめんなさいと、言った。なんでごめんなさい。横にいた、男は医者だった。話をすると、前に止まった車はその医者のだった。医者はここに1ヶ月に一度、薬とか食べ物やいるものを車で持ってくるんだと言った。後ろから、俺の車が来てることは知って、たがもしヤクザだったら怖いから何も言えなかった。ここは、ある村の、宗教の教祖が産んだ子供が住んでいるのだそうだ。教祖は本当は産んではいけない子供を5人産み、知られたら村に入れないし、自分の、
立場も危ないからここに子供を閉じ込めたが、性欲が強くて、女だとすぐ気が狂うから、男をだけどその男は、取り合っているうちに殺されてしまったのだそうです。みゆきとここから帰ると、俺は医者に頼んだが、医者は、僕には無理ですという。みゆきは歩けないから、俺が背負って、帰る。と言うと医者はそれは無理ですと。なら、ここにいることをうちに伝えてくれと頼むとそれはできない。僕も、その村で生きていけないから、医者の名前は、〇〇〇、名字が書いてある。だ、村は、青森の〇〇、地図で見ると三沢周辺、の辺です。近くにあるよ、みゆき、ごめんなさい。日記というか、式はここで大体終わり、あとはみゆきごめんなさいとか、家族に対する謝罪の言葉とかばっか。肝心なことが書いてないんだよね。どうやって逃げてきたのかとか、みゆきさんはどうなったかとか。でも8日間帰ってこなかったし、それもあるし警察から、病院で保護してます。って連絡が来て迎えに行ったら、本当に衰弱してて死ぬ寸前だったから。でも、みゆきさんの両親から捜索願いが出て、兄貴はもちろん最重要容疑者だから取り調べも受けてたけど、不自然に取り調べは終わり、捜索も1週間くらいで終わっちゃったんだよね。ご両親は自力で探してるみたいだけど、その村ってのがやばいのかな、とも思うが、兄貴はそれからほんと喋んなくなった。正直俺は兄貴がみゆきさんをどうにか、なんかしたと少し思ってて、だから車もないし、問いただしたけど違う、お前は関係ないってずっと言うだけだったんだ。式が本当なら悪いことしたし、その場所をなんとか探してみたいとも思ってる。第2話、老婆。中学の時、夏休みを利用して友人の祖母が住む田舎に泊まった。夜、布団で寝ていると、足元の方から畳が擦れる音がする。気になってそっちに目をやると、着物姿の老婆がお盆のようなものを両手に持ってゆっくり歩き回っていた。慌てて体を起こそうとしたが、動かない。だが目だけはしっかりと老婆の姿を捉えていた。しばらくして老婆はふっと消えた。翌日、友人にその話をすると、それうちのひいばあちゃんだよ。いつも着物着てたし。と言って、写真を持ってきた。その場にいた友人の祖母も、お盆が近いからきっと出てきたのねー。悪い人じゃないから怖がらないでね。と、俺に話していた。だが、その時は言い出せなかったことがある。写真で見た友人の曾祖母と、俺が見た老婆は、全くの別人でした。第3話、都会のくねくね。下手な長文だから時間と心に余裕があれば読んでやってくれ。確かこの間の水曜日あたり、2月6日な。だったと思うんだが課題やらなんやらあって、いつもより早めの投稿だったんだ。とはいえいつもより20分ほど早いだけなんだが、電車通学なもんで車内は暇で暇で、
ぼーっと窓の外見てた。天気やら多少の違いはあれども、いつもとほとんど変わらない風景のはずなんだが、その日はなんか違ったんだ。高架っていうのか、そこを走ってたんだが、数ある建物の中、一つの窓が妙に目についた。だいたい正方形ぐらいでグラデーションってほどじゃないけど、端から真ん中に向かって色が薄くなっていく窓。プラスチック容器の底にある、丸い点みたいなのが真ん中にあった気がする。その窓の向こう、つまり建物の中で、真っ黒い人らしきものが踊ってるようなのが見えた。ぐにゃぐにゃしててその時点でおかしいって気づくべきだったんだが、眠かったんで。その時は朝から元気だなぁ、って思った。でもさ、ふと考えてみると変なんだよ。まず窓。カーテンのひだがなかった。巻き取るやつかなぁとも思ったが、骨組みらしきものはなかった。ちなみに窓は結構近くにあるように感じた。次に人。真っ黒だったから窓には何らかの光が透けるくらいのものがあって影が。と、思ったけどそれなら窓にかなり近くないと真っ黒にはならないだろうし。そんな風だったら踊れないはず。多分。最後になんで電車の中からはっきり見えたんだろう。動くし、じっくり見るほどの時間はないだろう。わかりにくいけど自分は死ぬほど怖かったんだよ。第4話、張り紙。俺ん家の窓にこんな張り紙があった。最近、息子さんを亡くした奥さんが書いたそうだ。息をするのもめんどくさがる、怠け癖のある子でした。でも、その息子を失ってみて、初めて大切なことに気がつきました。喧嘩もたくさんたくさんしてしまいましたし、いろんな場所にも一緒に出かけました。察してください。お願いします。悲しいのです。二度と戻らないはずなのに、息子は未だに見てるのです。殺したくなるような醜い顔で見ているのです。刺したのは誰だ、お前か、というのです。レモンのような目をして、こちらを睨んできます。頼みます。なんとかしてください。頼みます。第5話、最後の言葉。俺さ、ガキの頃パノラマエクスプレスに乗ったんだ。電車が2階建てで、1階部分は客席で全面ガラス張りなので、運転士気分が味わえる電車。もうさあ、小学校に入ったばかりの年だから、嬉しくって嬉しくって、かじりつきで景色見てたんだよ。そしたら、踏切で横から女の人が電車に飛び込んできた。俺の目の前で飛び込んできたんだよ。一瞬だったけど、目と目があった。電車は急停止したけど、間に合わなかった。その時、女の人は俺を見て、あんたも、と言った瞬間に不快に変わった。首がもげた。腕も飛んだ。電車の前面のガラスは、血しぶきで赤黒く変わった。電車はしばらく止まって、次の駅まで血しぶきで赤黒く染まったまま走った。俺は怖くなって、後ろの車両に移動した。次の駅で別の車両に乗り換えさせられた。
今でも思い出すんだけど、あんたも、という声は、聞こえないはずなんだよな。でも、今でもその時の声を鮮明に思い出す。あの声は本当に聞こえたんだろうか。第6話、反転。全然怖くもない話だが、俺がまだ中学生だった時、体がいつもあざだらけだから、反転ってあだ名で呼ばれてる女の子がいた。反転のお父さんが普段から暴力的らしく、クラスメイトがよく反転と彼女のお母さんが、二人で泣いているのを見かけていたらしい。数年経って、反転のお父さんが亡くなったと、反転と同じ高校に通う友達から聞き、俺がこう言っちゃ不謹慎だけど、お父さんが亡くなって彼女も、彼女のお母さんも元気になったの。と聞いたら、まだ3週間くらいしか経ってないけど、反転はあざも消えて、性格も全然明るくなって元気になったよ。だけどお母さんが相変わらず元気がなさそうだし、体のあざも治ってないみたい。と言っていた。まあ、お母さんは女で一つで育てなきゃならないからな。それから俺もいい歳になって、反転のことも忘れかけていた頃、ばったり彼女のお母さんと会った。向こうが俺のことを覚えていて、あらー、まるまるくん、と声をかけてきたんだよ。反転のお母さんはすっかり元気になっていて、お父さんが生きてた頃の木の枝のような脆い印象はどこにもないくらい、雰囲気が生き生きとしてた。一応、反転の同級生だったから、彼女は元気ですか？と俺が聞くと、反転のお母さんは、娘はついこの間死んでしまったのよ。交通事故で即死だったの。とりあえず一つ二つ話してそのまま別れたけど、今でもやけに気になることがある。どうしてお父さんが死んだ頃は、反転のあざはすぐ消えたのに、お母さんのあざは全く消えなかったんだろう。あと、彼女のお母さんのあざが、なんで未だにうっすら残ってたのかも気になる。第7話、身に降りかかる都市伝説。2年前に起こったマジでマジな話です。さほど怖くないかもです。その時俺は高校生で、自宅から車で2時間くらいかかる学校でした。なので平日はその学校のように暮らしてました。食べ物や飲み物は週1くらいで、亡くなった日に親に連絡して調達してもらっていました。話は変わって、その時期に学校で流行った都市伝説があります。曖昧にしか覚えていないのですが、その内容は、夜の7時14分から7時17分の間に、自分の部屋に身内を名乗る者がノックをしてきて入ろうとしてきたら、どこまでも断り続けなければならない。もし入らせようとしてドアを開けてもそこには誰もいない。急いで部屋の四隅から流れてくる血を受け止めなければいけない。受け止められなかったら、一番大きい窓から誰かが侵入してくる。その者が部屋に入る前に急いで鍵をかけなければいけない。という感じの内容でした。
ある日僕の部屋には友達がいてちょうどその話をしていました。その時家から電話があり、今から差し入れ持っていくという連絡がありました。それから1時間くらいしたら誰か部屋にノックをしてきました。お母さんだよウィルー。差し入れ持ってきたよー。穴から覗いてみたら母がいました。しかし時計を見ると、例の夜7時15分でした。これは来たなぁと友達とドアを開けるか相談しました。結果、扉のところに持ってきたものを置いてってと扉越しに伝えました。そして、行ってしまった様子でしたのでドアを開けました。しかし、そこには何もありませんでした。その時は、俺の冷たい要望に、怒って帰ってしまったのかなぁと思いました。ところが1時間後、またノックをしてきた母が来ました。今度は普通に入らせました。俺、さっきは悪いな。ちょっと事情があってさ。母、何のこと言ってんの？俺、さっき1時間前くらいに来ただろ？その時物置いて帰っていいよっつったじゃん。はは、は、1時間でここに来れるわけないべ。何言ってんだか。じゃああの時のやつはマジでマジでマジで？でもこれは本当の話だから信じてください。今までの人生で不可解な出来事はこれだけですわ。第8話、古着。よくネットで買い物をするのだが、最近は DVD なんかも発売したばっかのやつがネット上でかなり安売りされていたり、購入の操作自体も簡単で一度登録しておけば、俗に言うワンクリックで即座に完了するので、非常に便利でついついいらんものまで買ってしまうことが多くなった。だけど、今でも絶対に買わないものがある。女の子と違って、ファッションに関心のあった若い頃なら別だが、結構洋服を買いに行くのって面倒なんだよな。いざ店に入っても気に入った商品がなかったりすると、もう一件行こうなんて気力がなくてこれでいいか、なんてその店で決めてしまう。その時も、休日に買い物に行こうかどうか考えていたんだが、ふとネットで探してみようか、と思い立った。洋服っていうキーワードで検索すると、出てくる出てくる、ものすごいよ。こりゃ、いいや。って、普段の洋服屋の店頭じゃお目にかかれないカタログから選べるような感じも楽しい。コートが見つかった。デザインも気に入ったし、値段もそこそこの感じだ。早速例のワンクリックをしようと思って、商品説明をもう一度見てみると、中古用品。目立った傷等はなし、クリーニング済み、とあった。中古品か。と一瞬迷った。DVD なんか中古だろうと画像がちゃんとしてや問題ないけど、服は他人が着ていたものだし、どうするか、少々悩んだけど、結局購入することにした。一週間後、宅急便でコートが到着した。洋服の中古品、要するに古着を買ったのは初めてだし、結構緊張して商品をチェックしてみた。傷はないようだ。汚れもついていない。試しに匂いを嗅いでみたが、クリーニングしたての例の匂いがするだけ。良いんじゃね、これ。と、
安心して翌日から早速会社に来て行った。その夜、会社から帰宅して、財布や手帳を取り出そうと内ポケットを探った。あれ、手帳がねえぞ。びっくりしてコートをまさぐると、確かに手帳らしきものの膨らみはある。どうしたのかと内ポケットを調べると、何のことはない、穴が開いてやがった。コートの裏地の中に、ポケットから滑り落ちた手帳が入っている。あちゃー。やられたな。やっぱり古着は古着だ。安いだけある。手帳を出そうと、それ以上ポケットの破れを広げないように苦心して手を突っ込むと、手帳以外に紙切れが入っていた。よくティッシュなんかを入れたままクリーニングに出したみたいに丸まった紙切れが出てきた。ちぇ、おまけ付きだ。ゴミが入ってやがる。破かないように、紙切れを広げてみた。それは、何かメモ帳のようなものが数枚と、レシートが一枚だった。かすれた鉛筆で書かれた文字と数字がびっしりと書かれていた。〇〇金属25万、とか、〇〇インダストリー50万、とかが縦に書かれて、その横に×印が書いてあった。翌日、会社の同僚と居酒屋に行った時に、この古着とゴミの話をした。ひとしきり失敗談に笑っていた同僚が調子に乗って、そりゃ絶対にサラ金の取り立てメモだ。借金したやつの恨みがこもってるぞ。とか言うので、調子に乗った俺は、ほら、こいつが呪いのメモ帳だ。と、例の紙切れをテーブルに放り出した。女の子がキャーキャーと騒ぐ。すると、紙切れを見ていた同僚の一人が言った。これ、本当にサラ金か。このリストって会社ばっかだろ。個人名が書いてねえし、だいたいサラ金って、銀行からも取り立てんのか。言われてみれば、リストには銀行と新金とかも書かれている。こりゃ、借金は借金だけど、サラ金の取り立てじゃなく、借りようとしてるやつのメモじゃねえの？零細企業の社長とかさ。メモにある無数の×印は、取り立てが失敗したのではなく、借金を頼んで断られた印で、数少ない丸印はなんとか借りられたってことじゃないかという。計算すると、×が約1200万、丸は300万で、ほとんどが×印だった。考えすぎかとも思ったが、メモにある数字と×印が震えているのを見ると、零細企業の社長が寒空の下で、倒産の恐怖に震えながら得意先に頭を下げに駆け回って、ダメだった結果を鉛筆で書いているシーンが浮かんできてしまう。悩んだ末に、結局コートは捨てた。それ以来古着は買わない。翌日になって、ふとゴミ箱に捨ててあった例のレシートを見たからだ。一枚と思ったレシートは、実は二枚で、水に濡れたか何かでくっついていたのだ。1995年12月24日、23時の日付のあるコンビニのレシートには、コーヒー3本と肉まんが3つと印刷されていた。イブの夜中にコーヒーと肉まんを食べていたようなのだ。そしてもう1枚には、翌日の25日、ファミレスでステーキ2つとお子様ランチの3名の記録が載っていた。
そもそも借金云々だって単なる想像だし、この三名だって家族かどうかもわからないんだよね。ただね、この三人がクリスマスに楽しく食事をしたとは思いたいんだよな。最後の晩餐じゃなくて。第9話、隠された絵。俺の体験談ですが、ある日俺は仕事で、築30年を超えている公共施設、仮に〇〇会館とする、に立ち寄った。もうすでに日は傾いていて館内は薄暗く、築30年を超えているのもあって不気味な雰囲気だった。怖がりの俺、すでにビビりまくり。そしてなんだか嫌な感じがするので、早く用件を済ませ、帰ろう。そう思って用件を済まし、帰ろうとしたとき、俺は廊下の突き当たりにあるものを見てしまった。そこは廊下の突き当たりで、行き止まりになっている。その壁に絵が飾ってあるのだが、絵を隠すように、何も貼っていない掲示板が置いてある。俺はふと好奇心から、何が飾ってあるのか見たくなった。本来ならば極度の怖がりである俺が、なぜそんな風に思ったのか今でもわからない。気づいたら俺は、掲示板をどけ、絵を覗き込んでいた。その絵は黒と茶色と白しか使っていないのではないかと思われるくらい、暗い絵だった。使われている色が暗く、また館内も暗かったので、パッと見ただけでは何が書いてあるのかわからない。しかしじっと見ていると、どうやら入り口から物置を覗いている構図で、絵を見る人、俺、の影が絵の中に書き込まれているような絵だった。なんだ、単なる面白い構図の絵か。俺の好奇心はそこで急にそがれた。帰ろうかと掲示板を元の位置に戻そうとした瞬間、ちょうどタイミングよく電気がついた。さっきまで見ていた絵。さっきまでは、物置を覗き込んでいた構図で、こちらの影が描かれていたはずだった。しかし今、なぜか絵の奥にも影がある。そしてその影の持ち主は、どこにもいない。物置の奥の影は、先ほどまではなかったはずだった。そして俺は見てしまった。近くの窓に映る、はっきりとした影を、絵に描かれている影とそっくりな、背丈の影だった。俺は半泣きになりながら逃げようとするが、体が動かない。人影がどんどんこっちに来る気配はするし、どうすることもできない。意識を手放しそうになった瞬間、ふっと体が軽くなった。慌てて掲示板を戻し、走って会館から出た。掲示板の裏側には、お札のようなものが貼ってあった。俺は動かしてはいけないものを動かしてしまったようだ。そしてこの前会館に行ったとき、その絵は相変わらず掲示板に隠され飾ってあった。第10話、古本の書き込み。数年前の古本屋での話。本を売りたいという友人に付き合って大きな古本屋に行った。神保町とかにある古書店ではなく、漫画から写真集からとにかくたくさん置いているチェーン店。友人は山盛りの漫画本を持ち込んでいて、会計までしばらくかかるとのことだった。
古本屋は利用したことがなかったからもの珍しくて、広い店内を一人であちこち見て回っていた。オカルトの面白い本がないかなと思って、超常現象と分類されている棚を眺めていたとき、背表紙が棚の奥向きになっていて、題名のわからない本を見つけ、手に取ってみた。落語を楽しもう、というようなタイトルだったと思う。文字が大きくてイラストが多かったから、小学生向けだったんだろうと思う。載っているのは、ジュゲム、や、まんじゅう怖い、などの有名どころばかりだったが、添えられている挿絵が面白かったのでペラペラめくっていた。地獄の送迎のところで、余白に、怖い、と走り書きがあった。地獄の送迎というのは主人公送迎が、同じく地獄行きになった歯医者、医者、山伏とで、鬼に食べられそうになったら歯を引っこ抜いたりと、生前の職を活かして切り抜ける話だ。コメディーだが、子供心に地獄の豪華や、鬼たちのイラストがとても怖かったのを覚えている。走り書きを見た時も、前の持ち主だった子供が、そういう思いをしたんだろうと思って微笑ましくなった。次のページの余白にまた文字が書いてあった。困っています。よろしくお願いします。赤いペンで書かれていて文中の地獄に丸がしてあった。その下にかすれた黒い文字で了解。すぐ下に終わり。その下に赤ペンでありがとうございます。なんだこれ？と思いながらページをめくる。するとまたお願いします。文中に丸。そしてその下には了解。終わり。赤文字で感謝いたします、お世話になりました。やりとりはいくつもあった。赤い文字は薄かったり蛍光だったり、達筆だったりミミズだったり様々だったが、了解、終わりの文字だけはいつも黒文字でかすれていて、カクカクしていた。頼みます。了解。終わり。ありがとうございます。どうかよろしくお願いします。了解。終わり。どうもありがとうございました。いくつかそんな書き込みを見た後、物語が終わるあたりに紙が一枚挟まっているのを見つけた。拡大したのか、気味が強い荒い画質で、学ランを着てぎこちなさそうな表情をした少年が映っていた。その下に少年の名前だろうと思われる写色。本の余白には走り書き。お願いします。文中の地獄に丸。その下には何も書かれていなかった。友人から会計が終わったと携帯へ電話が入った。本は元のところへ戻しておいた。第11話、ガサガサ。4年くらい前の話。俺が高2の時、ばあちゃんが死んだ。脳一血っていうので、一回倒れて、そのまま病院から帰ってこなかった。お通夜では俺が別れの言葉を言わせてもらったんだけど、せっかく寝ないで考えた原稿も、しゃくり上げて結局うまく言えなかったのがすごい心残りだった。それでその日の夜は俺の親父がろうそく晩をしなきゃいけない日だったんだけど、親父は次の日の準備とか、
病院の片付けとかをやらなきゃいけなかったらしくて、親戚もそこまで気が回らなかったのか、代役を立てずにろうそく盤なしでその夜を過ごしたんだ。でもまあ実際ろうそくの火が消えるか消えないかで、そんな大事にはならないし。夜通し起きている人もいるので、火事の心配はないだろうということだった。次の日、その日は葬式だったから朝から大忙しだった。母ちゃんとか女の人たちはみんなで料理を作ってるし、俺は親戚の子供をまとめて監視する役だった。葬儀自体は何の滞りもなく終わって、参列者の方たちに帰ってもらった後は、みんなで飯を食った。でも俺だけはどうしても食欲がなくて、家族たちが今で夕食をとっている間ずっとばあちゃんの棺桶の横で泣いてた。寝てるみたいに見えたのに、触ってみたらすごい冷たかった。そりゃそうだ。ドライアイスで冷やしてんだもんね。あれ？結局その日は飯を食わないで、そのまま仏間に一番近い部屋で、一人で寝た。ばあちゃんの家は古いけど大きな家で、家の前には小さいけれど、紅葉とか松とかが生えてる庭もあった。俺はその部屋で縁側を頭の方にして眠ることにした。とは言っても結局俺は寝つけずに、何度も寝返りを打っているうちに夜も過ぎて、柱時計が3回音を立てて鳴った。寝よう、寝なきゃ。そう思って無理に目を閉じると、なんだか変な音がする気がした。はじめは気のせいかと思ったが、音はだんだん大きくなっていった。足音だった。窓の外で砂利がザクザク踏みしめられる音がして、それがずっと頭の上の方を右から左へ、行ったり来たりしてる。そのうちチリンチリンとか小さい鈴を転がすみたいな音もしてきて、俺は、ああ、ばあちゃんが最後に会いに来てくれたんだ。って思った。俺は親族中の誰よりもばあちゃん子だったし、病院にもしょっちゅう会いに行ってた。でも彼女できたか、とか勉強どうだ、とか友達とうまくやってるのか、とかいろいろ心配されても、病気で寝てるばあちゃんを心配させたくなかったから、俺は嘘をついてごまかしてた。彼女なんてできたこともないのに女友達とデートに行ったとか、友達と釣りに行ったとか。そしたらばあちゃん、同じ病室のじじいとかババアにすごい嬉しそうに話すの。孫にもついに彼女ができた。きっと美人だ。孫は小さい頃から気が小さかったけど優しい子だったからって。ばあちゃんは俺の嘘が本当かどうかわかる前に、そのまま病院で死んじゃったから、ばあちゃんの中で俺がどうしようもない孫にならなくてよかったってのと。結局最後まで本当のことは言えなかったっていう罪悪感でなんだか複雑な感じだった。そんな俺を、ばあちゃんは死んでからもまだ心配で、こうやってお別れを言いに来てくれたのかなって思うと、なんだか嬉しくて情けなくて、俺は布団をかぶってばあちゃんにバレないようにまた泣いた。すると窓の外のザクザクが止まった。鈴の音も。俺はばあちゃんが天国に行ったのかと思って、布団から顔を上げようとした瞬間、耳のすぐそばでチリンと鈴が鳴った。ばあちゃんはしばらくすり足で俺の枕の上をうろうろしていた。
俺にどうしても言いたいことがあったんだろうか。だったら俺も言いたかった。騙してごめんって、でももう心配しなくていいって。俺はもう大丈夫だよって最後に安心させてあげたかった。だからそのまま布団の中で、ばあちゃん。ってばあちゃんごめんなって言おうとした。声を出した瞬間、ばあちゃんが布団に手を突っ込んで、すごい力で俺の髪をわしづかみにした。そいつは無理やり俺の頭を外に引きずり出そうと引っ張ってきて、必死で両手で布団にしがみつくと、髪がブチブチ音を立てて抜けてった。あ、こいつばあちゃんじゃねえなって思った時には、もう怖くて声なんか出なくなった。怖すぎて、引きずり出されたら死ぬと思った。怖くてずっと目をつむってたんだけど、上にかぶってた布団がバサって転げたのにビビって、目を開けてしまった。やけに肌のガサガサした、全身かさぶたか鱗みたいな人間が、俺の顔を覗き込んでた。心臓が止まるかと思って、俺は絶叫した。つもりだったんだけど、うまく息ができなくて、あっが、ガハ。ってわけのわからない声を出して、めちゃめちゃに腕を振り回してばあちゃんの仏間に逃げた。そのまま朝までばあちゃんの棺桶と壁との隙間に入って、ずっと開けっぱなしにした襖を見てた。いつさっきのが入ってくるかわからなくて、死ぬほど怖かった。もしかして寝てたのかもしれない。朝になって母ちゃんが起きてくる音がしたんで、部屋に戻ってみたらそいつはいなかった。正直夢かもしれないって、自分でも思ってた。ここでも気がついたら朝だった系は、全部夢だって言われてんの見たことあるし。でもそうじゃなかったんだよ。火葬が終わって、墓入れとか納骨が済んだ後、しばらくしてからばあちゃんの仏壇拝みに行ったらなんかいるんだよね。俺今まで生きてきて、お化けとか幽霊とか、そんなの一切見たことないし、気配すら感じたことがなかったから。あのガサガサ野郎が一体何なのかわかんないんだけどさ、そいつばあちゃんの仏壇の横、俺がそいつから逃げた時にいた場所に、俺の真似するみたいにして全く同じ格好で座ってた。相変わらずガサガサの皮膚。目とか鼻とか口とかもよくわかんない。脱皮直前の蛇みたいな鱗人間。気持ち悪かった。そいつは何にもしないで、多分、ずっとこっちを見てるし。母ちゃんなんて普通にそいつの隣で仏壇拝んでるし。ばあちゃんなんていないんだよね。うちの仏壇にいるのはガサガサだけ。俺怖くて結局仏壇拝めなかった。これって俺がばあちゃん死んだショックで、頭がおかしくなっちゃったのかな？どうせおかしくなるなら俺はばあちゃんの幽霊が見たかったよ。しかしこんなこと家族に言っても信じてもらえないしさ。うちはとんでもないもの仏壇に囲っちゃったよ。第12話、青い子供と赤い男。話を問うか。ちょっと長くなる。今年、受験なんで家で勉強してたんだが、夜2時くらいかな部屋の壁から音がした。ポン、ポン。誰か、壁を手のひらで優しく叩くような感じ。
なんだと思って壁の方確認したんだが、誰もいない。しかも俺の部屋って4階の隅に位置してるから誰か壁の向こうから叩いてるってわけでもない。実際確認したらいなかったし、しばらくしたらまた、ポン、ポン、ポン。って音がする。なんか勉強に集中できないし、だんだんうざくなってきた。しばらくしたらまた音がしてきたんで、その瞬間壁に向かって、ドン。って思い切り叩いてやった。今考えたら隣人さんごめんなさい。苦情来なくてよかった。そしたらピタッと音やんで、3時くらいまで勉強して、寝た。次の日、また2時くらいだったと思う。また音がしてきた。ポン、ポン、ポン。にゃろって思ってまた壁蹴ろうかと思って近づいたら、ピタッとやんだ。今日は早く寝ようと思って、そのまま風呂に入ったんだ。シャワーしてるとき、いきなり後ろからドン、って蹴られた。ちょうど足の裏で背中にベタッと押す感じで。それからというもの、なんか知らないけど、歩いてて後ろから誰かが押してくるっていうことが多くなった。この前なんか電車を待ってたら後ろからドン、って押されて、危うく落ちそうになった。先月、二度それでマジ死ぬかと思った。一度目は電車を待ってるとき、電車がホームに侵入してくるところで後ろから押された。落ちる。って思った瞬間、ガシッ。って誰かが手首掴んで、すごい力でホームの方に引き戻された。そのまま尻もちついちゃったんだけど、なんでか助けてくれたのは人間じゃないなって思った。だって、手首掴まれた瞬間すごく熱かったし、目の中に真っ赤なイメージが浮かんだから。後ろ見たらそれらしい人はいなかった。二度目はバス停で待ってる時、また後ろから思いっきり押された。ちょうど重い肩掛けバッグ持ってて、バランス大きく崩して反対車線まで行って倒れた。車が来て、惹かれるって思った瞬間、またすごい力で引き戻された。間一髪。ちょうど友人も一緒にいて見てた。お前の動き、体操選手より不自然だったぞ。って言われた。そりゃあ当たり前だ。俺の力じゃないもん。一緒にいた友人がそういうことに詳しくて、心配されてそれまでの経緯を話すことになった。お前の後ろに誰かいるな。やっぱり。おっきい。どんなの？ん？なんか真っ赤な男。聞くと、別に損なわないそうだ。守護霊ってわけじゃないけど、その類。多分いろいろ助けてくれたのはそいつじゃないかってこと。じゃあ、後ろから押してきたのは、知らない。じゃあ、誰だよ。友人と帰る途中。友人は道の陰にいる男の子に気づいたそうだ。おい、多分お前を押したの、あいつだ。真っ青で、大きな目でじっとこちらを見てたらしい。見るなよ、目合わせたら終わりだ。いやでも、俺には見えないんですけど。俺らが通り過ぎた瞬間、宙に浮いてついてきたらしい。頭の上あたりで、信号待ちしてたら、案の定、
そろそろと子供が近づいてきたらしい。その瞬間ドンって押された。その次に手首掴まれてグイって引き戻された。またかよ。友人はその瞬間を見てた。どんなだった?ん?青い子供がお前の背中を思いっきり押してった。その次に真っ赤な男が手首を掴んでお前を引き戻した。でもなんか違うんだよな。何が?青い子供が押すまで、真っ赤な男は腕組んでじっと見てるだけなんだ。多分お前、モテ遊ばれてるぞ。なんだよ。ってことは、そいつらはグルだったってことか。いや、そういうんじゃなくて赤い方は多分お前の守護霊。青い子の力が強すぎて、手が出せないっぽい。だからギリギリじゃないと助けられないみたい。明日、知り合いの住職に相談してみてくれるとのことで、友人と別れた。ふと考えたんだが、背中を向けてるから押されるんじゃないか、幼稚な考えだったんだけど、信号待ちの時、道路を背にして待っててみた。旗から見たら変だよな。まあそしたら押されることはなくなったんだけど。バス停で待ってた時、隣の女の人がいきなり道路に飛び出して、車に轢かれた。轢かれた瞬間を見てしまった。誰かにドンって押されるように、倒れるように飛び出して、走ってきたトラックに。確かに、俺は大丈夫だったけど、助けろよ守護霊、他人には知らんぷりか。後で友人に聞いたらやっぱり部屋の音の主は、あの子供だったみたい。人間の霊とかじゃないんだけど、無差別に害をなすものらしい。それよりも、惹かれた女の人が心配です。正直俺もその瞬間見てトラウマが、友人も押されたって、やっぱり、他人には知らんぷりですか。終わり。今度、友人とお祓い行ってきます。一応ね。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。